14回目。もう14回目。そんなに経ったのか。え、マイナス6万発？笑いごじゃないけど。え、そんな負けてましたっけ？わかんないです。自分で計算してる。うまい棒のせいだ。僕だからこの番組のトータル収支はプラスなんですよ。プラスですか、まだ。あ、天地、マイナスなんですか？多分うまい棒のせいで。ああ、ついに。じゃあ今日取り返そう。そうですね。そうですね。はい。あ、だだ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 。ね、ちょっと遠目で見てみ。すごい滑稽だろ。あれ？あのおじさん滑稽。なんで？すごい滑稽。ねえ。なんすか。必死にダイヤなんですが、すみません。あの勉強させてもらおうと思って、もう一回ちょっとどれがいいか。あの。はい。4台あってこれだけダメっす。すごい気持ち悪いだろ。聞いてねっす。これだけダメです。これ以外は多分まあマシです。はい。わかりました。いや3台行きましょう。大丈夫ですか。はい。わかん、オンエア見ないと何言われてるかわからない。多分 最長空いたんじゃないですか、多分。あ、確かに空いた期間としては。そうですね、年末挟んで、うん、まあ、前乗り組は知らんすよ、俺。え、前乗り組は知らない。知らない。目じゃないですよ。だからそれ系喋ってるんだろうなって。オンエアで見てますから、あの喋ってることを。僕はテイさんちゃんと見てるんですね。僕見てます、見てます。ちゃんとコメントもチェックしてます。私も見てますよ、テスのファイヤーブラックって。いや、俺だって見てますよ。なんか俺だけ見てねみたいな、やめてくださいよ。むちゃくちゃ見てますよ。直近で出た動画わかります？はい。一番最近出た動画で結構面白いことあったんですけど。わかりますよ。何ですか？結構面白かったですよね、あれね。面白かったですね。結構面白かったですね。特にミニチュアバカウケするんだから。俺もすごい面白かったですけど、はい、ちょっと試すみたいの好きじゃないですか。なんか絶対見てないですよ。見てないですね。見てますって。あんな一番むしろいじってたのに、あんなに言ってたのに。魚拓さんから始まったことですからね。魚拓さんから始まったやつがすごいこうなんか、あ、ここのスタッフは悪乗りするから。うん、悪いっすよ、ね、悪いほら、あ、そらした。論点そらしたぞ。見てないな、これは。見てるよ、やめろよ、そういうの好きじゃねえよ、俺。始めろよ、逆切れ2022年だよ。過去を振り返んなよ、今日なんだよ。何打つんだよ。そうですね、じゃあバキ打ちましょう。やろう、はい、バキだけ見ろか、お前。そうです。わけわかんないよ、これ。もう、やりましょうか、じゃあ。そうね、はい。この番組は地域貢献のために3人で協力し、ある目標を目指す番組。ある目標に到達できれば、番組から視聴者の皆様に超豪華プレゼント。はい。じゃあ、ね、山本さんの尺だけで6分あったんですよ。ああ、あ、そう、本当に分かりました。分かりました。本当に見ました。はい。あの、いなくなったってやつです。あ、そうです。さよならワイさん。さよならワイさん。よかった。じゃあ、僕、いいですか。はい。じゃあ、待ちますね。一発目。いきますよ。無理。無理なんですか。無理なんです。何やってるんですか。いくつですか。23。23,000発。でもそれぐらいのポテンシャルはあるんですよね、バッキー。バッキーは時速で6万あると言われてるので。スピードはどうでもいいです。出るか出ないか。はい。今まで僕自分の番組で1回打ってるんですけど、はい、あの死にました。荒いですか。クソ荒いです。凶暴化したゲンさんだと思ってもらえる。じゃあ2万3000は全然あり得る。あ、全然あります。あります。いい方に転べば。でもみんなで頑張りましょうね。みんな頑張ってる。みんな頑張ります。それぞれがそれぞれなりに頑張ります。そうです。わかりました。ていうか今日綺麗だね。本当ですか。なんか朝から言ってくれます。いや、本当にすごいです。どうしたんですか。え、なんで出してほしいからさ。それかよ、それかよ。なんか今日めちゃくちゃ褒められるから朝からちょっとご機嫌になってたら。だから一回黙ってるから見せてあげればいいの、外して。おい、透明感ありますよね。あ、本当に肌綺麗だ。本当、ね、本当ですか、うん、中谷美紀か水木彩香か。回してんすよ、でも。いや、すでに。どうしようかな、どうやって始めようかな。
何飴舐めてますよ。飴舐めてる飴舐めて回してるの何何すでにバックチャージ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 。熱いんですか？右打ちになってる。お前それ、それ当たり、もう三四球の当たり引いてます。え？それ説明しなきゃいけないんですけど、説明する前に引いてましたけど、今先に引いてくれたことによって説明が格段にしやすくなりました。はい、なんすか右打ちにチャージ。だからそれ三四球の大当たりです。あ、これ引いても意味ないですか？意味なくはないです。おまけですね。終わりです。300球も出ました。はい。319引いても意味がないってどういうことですか？バキは319の大当たりと319の小当たりを通常で抽選してるんですよ。で、当てなきゃいけないのは319の小当たりの方なんですね。おう、よくあの第一の台とかであったようなその、あ、後ろからとか、はい、とかでよくあのなんか やけにしょぼい右打ちの2ラウンドとかあるんです。あれが大当たり。じゃあ俺は引く必要のない319引いたって。あ、そうですか。いや、それもしだからあのなんかエヴァとか打ってたらもう今当たりです。ちょっと膝を貸してもらっていいかな。少し猫みたいんだけど。で、あの大当たりは、まあ、9割以上バックチャージになってしまうので、あの、まあ、あまり意味ない、まあ、すごくレアなやつで直行右とかあるんですけど、まあ、それ以上言わないでいいです。はい。まあ、ゲーム性の説明を兼ねてね。で、小当たりの方引くとどうなんですか？小当たりの方引くと半分右入ります。で、半分は出玉なしです。完全に小当たりを引くと、はい、あの親子喧嘩、バキと裕次郎の親子喧嘩が始まって、はい、バキが勝つとラッシュ突入みたいな。それはもう 50%50% です。でもごくまれにこの真ん中に V の薬物あるんですか、はい、薬物ルートってあるらしいんですけど、実戦上ほぼ出ないです。で、初回は右確か時短が100つくので1回は取れますと。で、2回目からは 85% 継続ですね。で、右入っちゃえばもう強化版減産みたいな感じなんで、3、2、1の間に当てればもうそのすぐゾーンと当たって、はい、8割型10ラウンドです。はい、2割ぐらいはしょぼいの混じってるんですけど、はい、まあ大体でかいのが来る。で、最後までもつれ込んじゃうと残保留2個だか3個、多分2個だけど、はい、をかけて、最終バトルみたいな。水木さんバック知らないですもんね。知らないです。女性はなかなかいないんじゃないですか。確かに。どういう話なのかさえもわからないです。ひたすら戦う話です。それ以上の説明難しいです。ただひたすら戦う男たちの話です。え、テスさんは、はい、結構バキ詳しいんですか？バキは僕あの漫画は全部読んでるんで。だそれがイメージないんですよ。あ、ないですか？そのすごい好きです。こういう漫画はあんま好きじゃないのかなっていう。あ、でも結構漫画とか片っ端から読むんで好きなの多いですね。この台を打つ上で、まあ、いろんなキャラクター出てくるんですけど、はい、覚えておいた方がいいのはバキと、で、この右にいるもう目白い人、はい、これお父さんです。ハンマユージロー。え、お父さんなんですか？お父さんめっちゃ悪役顔してますけど。悪役です。悪役というかもう地上最強の生物って言われてる。もう一人で軍隊に勝てます。バキはグラップラーバキ、バキハンマーバキとかもう小ごとにいろいろ分かれてて、はい、最初の頃は中学生時代のバキとかの話で。 あれ、敗北を知りたい捕虜になりました。あ、敗北を知りたい捕虜。なんかいろいろ起きますね。なんか強そうですか？強そうではありますけど。ああダメ、むちゃくちゃあっさりしてるんですね。あのバキはむちゃくちゃあっさりしてます。で、あの P ワールドに書かれてました。通常時ずっとなんか背景眺めてるだけだって。敗北を知りたいって意味わかる？わからないです。今負け知らず。いや、負けを知らない死刑囚が4人でしたっけ？ちょっとそうですね、5人、ドリアン、シコロスキー、あ、これ出てくる、ただ5人ですね、が日本に集まるのよ、はい、そうです。で、負けを知りたい。そうです。負けたことがないから、負けたらどんな感じ、どんな感情を生むのかって知りたい、はい、それより敗北を知りたい。各国から死刑囚が、はい、とんでもねえ強いやつだから日本に集結するんですよ、はい。そのきっかけは東京ドームの地下に地下格闘技場っていうのがある設定なんですよ、はい、でそこであの夜な夜なすごいそのトーナメントみたいな試合が行われていると。あれ東京ドームなんですか？後楽園ホールじゃなくて。あれ東京ドーム地下ですね。あ、東京ドームなんだ、はい、でそこにやっぱバキとかバキがあのチャンピオンがいるんで、この日本にとんでもない強いやつがいるっていうので、それがみんな本能的になんか察して、はい、日本に集まってくるっていう、とんでもねえのが。本当的に察して。シンクロニシティ。シンクロニシティってあるんですよ、はい、シンクロニシティぐらい覚えとけよ、ほら。バキを打つんだったら。試験に出ます。で、そのまあ死刑囚はみんなその、ありとあらゆる手段で戦ってくるんで、武器使ったりもするし、
毒使ったりとか。先生、はい、もう7分ぐらい前から、はい、水田さん興味を失ってます。あ、失ってますね。そうですね、すみません、バキの話引っ張ってもそうですね。なんか見たくなるような話ないんですか。見たくなるような話、はい、バキに外伝が実はあって、はい、外伝一つだけ、バキサガっていうのが、バキってバキハンマーバキとかグラップラバキとかシリーズ出てるんですけど、バキサガっていう一巻だけのやつがあるんですよ。はい、あの小杖ちゃんってわかります、彼女。彼女との行為だけで一巻終わるっていうのがあるんです。行為、行為、性行為です。それを一巻やる、一巻まるまるやるんですよ。ただそれもこうエロくないんですよ。もう格闘家のように触った瞬間にバチーみたいな、クラーみたいな。どういうことですか。あれですよね、なんかすごい、はい、親父は勧めてましたよね、なんか食らうように。そうです、バキと小杖が痛そうとしてるところに枕元に親父が立ってたりするんです。そうです、気づくと親父立ってるんです。で、なんかあの彼女の方には男を飽きさせるなみたいな、説教をくれて切れるっていう、すごい親父なんです、本当に。だからこれね、15年、20年経ったらやっぱその影響を受けていくから、はい、子供がそういう風になった時にはテスさんこう、食らうように男を飽きさせるな。どうして自分がそういう時にお父さんにこう見られてたら嫌ですよ。あ、お父さんいないんだ。はい、ごめん。あ、覚えてたんですか。ごめん、いや、今ごめん、お父さんって言って今思い出した、ごめんね。いいんですか。お父さんが勝つことはなんでない。ごめん、悪気はなかったんだ。安心してください。じゃあ代わりに俺が立っていくから、お父さんの代わりに。俺が見守ったねえ、そこ違う、左手が遊んでるよとか。そこまで干渉するんですか。あや、もっと左手、もっと連動性を。連動性を意識する。リアルシャドウいいですね。リアルシャドウって意味わからないと思うけど、うん、ちょっとよくわからない。バキはもうあまりにこう想定、シャドウボクシングとかあるとか、はい、わかります。仮想の相手を、はい、相手を想像して戦うのがシャドウボクシングなんですけど、はい、バキその能力、おすげえ高い。これ高い。こんな高い瓦見たことです。多分結構熱いと思う。結構熱い。で、バキはシャドウの性能が高すぎて、はい、仮想の相手の攻撃を食らうっていう、食らって血も出るっていう。どういう状況なんですか。あまりにもその仮想なのに人間離れしすぎて、はい、なんかカマキリとかと戦うんですよ。はいはい。何でも戦えないんですよ。恐竜とかと戦ったりもするんですよ。富士山まで行きました。あれ、河原が高い。河原が高いらしい。俺、初っ端がそれでしたね。その高さでしたね。あ、はい、あ、その高さですか。はい、あの、はい、出てきた本領が弱い。これ息子っすよね。え、ドックの息子っすよ。あ、違いますよ、これ。あ、レッツカーだよ。あ、レッツカー。赤、やっぱいつもこれか。ドッポの息子はあのマッハ剣のオロチカツミですね。今、カツミじゃなかったんですか。あ、今、カヨウですね。私は一向に構わなかった。当たんなそうですね。よかった。赤くもなんないです。バーン。残念。めったに行かないのに出てた。ちなみにバキのお母さん、はい、お母さんいるんですけど、はい、お父さんが殺してます。え？抱きしめすぎて殺してます。背骨が折れてます。ボキンって。え、それに対して、はい、バキはその恨んだりしない。恨んでました。だから要は最初はお父さんに対してはむちゃくちゃ復讐心なんですよ。あれだ、一緒。おいしんぼ。貝原雄山に対しての山岡みたいな。そう、山岡さん、そう、山岡さんすごい恨んだ。むちゃくちゃ恨んだ。お母さん亡くなったのは絶対貝原雄山のせいだ。わかる、はいはい、わかる、わかります。一緒一緒。ただバキも成長してきて、はい、親父のすごいところもわかるようになり、はい、その親子喧嘩の時に至ってはもう認め合っちゃってるんですよ。でそもそもバキのお母さんと付き合った時かくっついた経緯が、はい、お母さんの婚約式のパーティーかなんかの時に、はい、働いてたんですよ、現場で、はいはい、で、あ、いいなって思って婚約者殺して奪ってますからね。その日のうちに殺してます。裕次郎むちゃくちゃなんですよ、本当に。動物です。ただテーブルマナーとか超綺麗なんです。なんでそこだけしっかりしてるんです。魚とか超綺麗に食うんですよ。で、ご飯食べる前にしっかりいただきますするんですよ。え、なんですか理由。まあ、で、まあ、もう本当に水木さん、
なんで油注ぐの、なんでですかって、ね、もう20分ぐらいずっとバカな話してたんだからなあおめえ、なんでですかじゃねえ、おめえ読む気がねえから聞いてんだろ、その答え合わせ中央してんだろ、この場でなあ、面白そうですねなんて言ってるけどなあ、おめえずっと出すお前これな、お前が116回回してないでずっとバケの原作話してんだよ、 なんで油注ぐんだいい加減にしろよ、ほんとそうだから漫画読んでください面白いですか、気になるなと父さん、どこですか、むしろよいや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 、そこすっきりさせてくれないなっていう、はいはい、私、生まれた時に、はい、生まれて3ヶ月ぐらいで離婚してるらしいんです、あ、じゃあ、会ったことがないないんです、だから分からない何をしてるのか、あの、ごめんなさい、当たりましたただ、おそらくバキチャージ、いや、あの、大当たりの方です、カットできない上に、カットできない上にね、すみませんね空気読めず、まあ、全然いいですけど何の思い出もないんでね、全くないです、全くない、興味もない、顔が写真だけ見たことあるんですけど、めちゃくちゃ顔似てるんで、ちょっと実物見てみたいなと思ったことある、見てみたいと思う、はい、実はね、実は、俺が本当のお父さんだそれもうさっきの大逆転ドラマのやばいやつ、もう怖いですよ、そうだったらでもそうするといろいろやばくなってくるのが、お姉さんに対しての発言もやばいですよね、いろいろやばいのが出てますよ、まず、あ、なんかちょっと熱いの来てる、そんな中でそんなことよりパチンコ、ストーリーリーチってなりますよ、ダメか、ダメですよ、ストーリーリーチ煽りですよ、煽りか、ただの、お別れになって数年経って、はい、次に、あ、そうなんだ、私、はい、あ、俺、なんか、そうですよ、非常作業はバックチャージ、バックチャージまた当たったんですか、ダメな方、あ、バックチャージ、あ、大当たり、こんな話してるとき、はい、2回目の当たり、なんなんですか、この話してると当たるんですか、そう、当たりますね俺、3、1、9、2回受けるのか、そうです、だから今のところ普通の台打ってれば僕らは当たり3回引いてます、イライラするな、これ嫌な当たりですね、まあでも、そうです、このタイプのおまけ大当たりの台を打ち慣れてないと初めすげえイライラしますね、仲いいですよ、うちの、俺でもテッサンのその、はい、育った環境とか知りたいです、僕うちすごく普通です、弟一人で、親父はもう死んでますけど、あの別に再婚とか何もなく、はい、結構最近ですか、亡くなったの、いやいやいや、もう10年ぐらい前ですね、ということはまだ若くしてたんですね、そうです、結構若かった、60ちょいで死にましたね、全然なんかもうあの だいぶ前だなって、あ、でもちょっと孫見せられなかったんでね、孫生まれる直前だったんですよ、あ、そうですね、ちょっとそこがね、心残りで、うちの親父は最後まで俺が何してるか分からず、分からないまま死んだね、俺が何の仕事してるのか、俺、須田さんがおいくつの時ですか、なんか5年ぐらい前かな、あ、え、待って、だいぶ、だいぶですよ、はい、ちゃんと仕事しろよってずっと言われてたから、いい加減だいぶ名を成してる、いや、もう、った後ですよ、いい加減ちゃんと仕事しろって言わないでずっといたんですか、いや、まあ、打たない人だったんで、両親が、はいはいはい、分かんないですよ、あ、だからこういうの出てるんだよって、まあ確かに言いにくいかな、言わないよそんなの、あ、そう考えたらうちの母ちゃんも知らないかも、言ってないですもん、まあまあ、 あのそういうそのメディア関係とかそっち系の仕事してるとは多分知ってると言ってると思うんですけど、鉄っていう存在は分かんない、知らない、俺も一回言われましたもん、だから周りにこう言われたらしくて、はい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 、お前はあれか、木村豚食って名前なんかやってんのかっていうのは一回言われたことあったはいはいはい、多分多分、あ、でもうちもそうだわ、俺じゃないって言ってそこ否定するんですか、否定したい、水木さんは31君引きました、バキチャージです、おめでとうございます、なんでこっちばっかみんな引いてんの4台ともっすよ、魚宅さん2回、僕1回、水さん1回ですね、投資18本で引きました、ちなみに隣の彼も2回2回、はい、全員これ、はい、本当にあるんですか、小当たり、あるやばいな、でもこのままだったらみんなバッグ嫌いになっちゃうな、そういえば魚宅さん年末年始何してたんですか、何急に瓦割ってる時に
しかもバキの赤です。バキの赤です。あ、そうですよ。いいね、シンクロニシティ第1話で、河原があって、はい、河原はそんな高くなかったんですけど、はい、赤いバキになりました。保留が初めて見るこの保留で、強敵バトル。あ、強敵バトルいい。花山 VS オリバーズです。あ、そうですね。あ、確かに俺も赤掘り出た。うわ、赤保留。これがさっき言ってた実在しない原作にはない姿ですよね。はい、花山とオリバー。これもう当たりますよ。見たことないもん。さあ、僕は花山 VS シコロス。シコロスやれ。俺らだって。頑張れ。飛んだ。花山すげえな。花山ってどっちなの？オリバーと互角じゃん。そうなんですよ。どっち？それも分かんない。いやす。復活ないのか？やら、ギディオンしてる俺。ギディオン、おわ、当たりじゃないですか。ギディオン、これなんか、どういう意味だろう。しかも3点してる。どういうことだこれ。あ、僕も強敵バトル。俺はあっさり終わりましたよ。あ、僕はあのレッツ VS ジャックスで。あら、レッツさん一番乗りじゃないですかこれは。これなんか当たりそうですね。しかも3点で熱いんじゃないかな。レッツ海洋って水の上走るやつ。どっちがどっちで、これレッツ海洋、これジャックス、ジャックハンマー。あ、これバキのお兄ちゃん。お兄ちゃんです。で、これあの天然毛っていうあの首をくるっていう技で。そう、天然毛ドーン。はい、ありがとうございます。それは、あ、小当たり、小当たりです。で、50%です。ただなんか今3点してたから、多分これカクカク、あのレバカクだったんじゃないかって。ちょっと分かって、勝つんじゃないかなこれ。投資をいくらすか。これ今投資が、あ、2万ジャストっす。2万ジャスト。確か導入のいい方だった気がするんですけど、多分勝つと思います。 3点勝つでしょ。勝つそうですよね。3点ですわ。こんなお父さんないですか。戦いこそ市場のコミュニケーションって言いますよ。嫌ですわ、こんなお父さん。よし、はい、おえやりました。おー、一番乗り。小当たりで 50% 取りました。取りました。で、なると俺ちょっとその先は分かんないですよ。この先は、あ、おれ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 キャッシュ、何ですか。要はシンフォビアみたいな感じで一周二周のやつで。で、何分のじゃんすか。3.6 分の1とかなんで、継続は継続が 85% かな。フェイスオブ、ユージロー出ました。あ、本当だ。おー、すげえ。ここで今 V パンパン弾いて V 入るまでやるっす。ここしばらく時間かかるんですよね。はい、ありがとうございます。バトルモード中で出動値確率 3.2 分の1。 3.2 分の1ですね、はい。あ、ただ大当たり確率と小当たりの合算値ですね、 3.2 は。あ、そうですね。319とのってことですね。319との合算ですね、はい。じゃあここから 85% で10ラウンド、はい、ほぼ10ラウンドってことですか。そうですね。あ、なるほどなるほど。で、初回は、まあ、取説上は必ず V ストックって書いてあって、時短が100回つくので実質ここから2回は当たります、V ストックという、まあ、表現なんですけど。なるほど。でも、まあ、バランス型のバックでいきます。じゃあ、てつさんの番かな今回は。今回はね、いや、どうかな。俺はまだそうは思えないけど。いや、だったらいいなっていう願望を込めた。いきますよ。まあ、この次は当たるんで。はめるならここってことですよね。あ、そう、はめるならここ。ここ今実際100あるんで。はい、来ました。どうも。まあ、そこ当たります。何せ今日目標2万3000発ですから。そうですね。メッツさん5万発ぐらい出してくれれば。5万発。これでも5万発、これで1時間かかるんですよね。あ、レインボーになったね、10ラウンドです。これマジ万発あっちゅう間に出ますよ、本当に。問題はこれどうやって箱を変えようかっていう。あ、またバケツリレーになるんですね。あ、下げます。あ、下げます。はい、 OK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  です。これできます。あ、はい、
あ、カシャカシャじゃダメ。あれ、あ、終わってる終わってる、ダメ。 BGM の話してたらラスト追い込まれてました。危ない危ない。え、あと何回ですか。え、あと 3ホールの2日しかないです。え、待って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 、最低ホールとかやめてください。これ負けたら最低っすね。あ、でもドッポさんだから多分勝てるんじゃないかな。ここで終わったら素顔さらさせんぞ。マスクの下。いやです。マスクの下、マスクの下ちょっとあの手抜きがバレるんで今日あのこうなってるんで大丈夫ですか。それバキ減りました。この顔いい顔してますね。いい顔してますね、うん、バキ攻撃、こういう笑いがあるんですよ。あ、ちょっとドッポさんよりスイッ、うわっ危ない。あー、やられたからの、嘘でしょ、最短っす。嘘でしょ。 BGM とかまず気にしてる場合じゃなかったです。てさ、これ歌詞出たらやばいんで、ちょっとこれうまいことなんとかやったーってやったら終わってました。最大の見せ場が打ち合わせで終わる。言ったじゃん、ね、今日はテッサンの日かなって。そんなわけねえだろ。そうでしたね、すいません。まあ多分今一番ね、あの後悔してるのスタッフの方だと思うんで、ね、やべえっつってバキの速さ舐めてたって。いやー、 あのぐらい爆速で終わるんですよ、終わるときは。いや、続くときはもう本当にもうあの見てない速度で当たるんで。誰だよ、バキ撃とうっつったのよ。右の仕事の領事さんです。何言ってた、おい。いや、右の仕事の領事さん。サガ、サガだ、サガ、ストーリーリーチのさっきの痛いって言ってたやつ、行為のやつ、俺それ痛いわ。なんで勃起してるの、わかんないです。また言ったの、お前、なんでって。またなんでって言ったの。おかしいじゃん。なんでじゃねえんだ、ね、赤、